はい、おはようございます。これぞ見たか、キンキン二段階シャウトプリズムの A7 番です。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンご紹介、ぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日も冒頭、リュウさんです。これはですね、愛のスコール濃いめ。これをガブ飲みした動画にくれた分ですね。で、これぞ見たか、キンキン二段階シャウトプリズムって言ってますね。そんなんやったっけなと思ってね、この動画自分で見返したんですよ。確かにですね、うわーって言った後にね、うわーってこう2段階でね、こうシャウト叫んでましたね。この動画ね、概要欄にリンク貼っとくんでね、もしね、気になる方見てみてください。リュウさん、本当にいつもありがとうございます。さあ、ってことで今日もですね、キンキンミーツミーツで、ここでやったか100年目シリーズ、これをね、やっていきましょう。次回予告で、もう今日の気分で、ね、このどちらかをやってきますってことやったんですけども、今日飲むのはこっちですね。買ってきました。三ツ矢のフルーツソーダ、グレフル限定復刻、こいつをね、やっていきましょう。これね、裏見ましたらですね、1973年に登場した三ツ矢のフルーツソーダ、グレープフルーツの味わいを現代風に再現と。もう僕、生まれる前ですね、これね、古すぎてね、まあ、知らないな、これな。ちょっと気になりますね。めっちゃ美味しそうですね。1個分のグレープフルーツのビタミン C が入ってると、横栄養成分見ると 100ml あたりエネルギー 48kcal ですね。まあ高めですけども。で、ここに書いてますね、炭酸飲料果汁 1% ですね。出ました、果汁 1% テンション上がると。ここにもですね、もうね、おなじみですね、フルーツクオリティ製法、三ツ矢ならではのね製法で作られてるっていう風になってます。さあ、テンション上がってきましたね。ぶっきめていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョキトルです。キンキンに凍ってますね。冷気も出てるね。めっちゃかっこいい。テンション上がる。マジ最高。ありがとう、大好き。ジョキチカ方。ほんとテンション上がるわ。やばい。おっしゃ。おっしゃ、行きましょう。さあ、飲んだことない。うわ、もう匂いがすごい。うわ、よだれ出るな、これ。やばいな。今日はですね、これからこれ飲んでね、筋トレランニングしておこうと思ってます。匂い、うまそう。これはやばい。うわ、さあ、味わっていきましょうかね。1973年登場の古いやつですね。限定復刻、いただきます。いってきます。乾杯。めっちゃうまい。やば、うまっ。あー、これはうまいわ。匂いと味文句なしだな、これやば。これがあんな昔にあった味か。やばいな。ラストいただきます。乾杯。マジで。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしちゃいました。今日のやつですね、これめっちゃうまかった。これ本物のフルーツのグレープフルーツ食べても、まあ上に砂糖のっけるかな、多分こんな味するんですよ。マジめちゃくちゃうまいですね。今日も思ったっすね、これで果汁 1% かって感じなんですよね。すごいな。いやー、これなんで定番商品じゃないのってくらい本当美味しかったですね。で、この分はですね、まあ、限定復刻ってなってますけども、やっぱね、きっとまた会えると僕思ってるんで、もしですね、飲んでみたくなった、気になったかもしれない、ぜひね、試してみてください。さあ、最後、受験国ですね。次はですね、こいつですね、限定復刻のクリスタルシーってやつに行こうと思うんですが、明日はですね、ここにあります。こちらです。ペヤング極激辛ファイナル。これがあるんですよ。リクエストもまあ来てますけども、まあリクエスト来なくてもね、個人的にやっぱものすごい興味があってね、食べようと思ってました。で、買ってます。これをですね、ちょっとうちのね、おとん、親父とですね、一緒に食べていこうかなと思ってて、二人ともですね、完食できる自信ないんですよ。とにかくね、完食目指してね、こいつ食べてみようと思ってるんで、明日はね、この動画やっていくんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これ定番商品にしてほしいな。お願いします。